地元企業の魅力を知ってもらおうと、北秋田市で中学生を対象にした企業説明会が開かれました。説明会は地元就職率の向上などを目的に北秋田地域振興局が開催しました。昨日は北秋田市や上小阿仁村の中学生およそ210人が参加し、製造業や医療・福祉など23の事業所が設けたブースに分かれて、担当者から業務内容などについて説明を受けました。北秋田地域振興局によりますと、管内における高卒の県内就職の割合はおよそ8割で、新型コロナの影響もあり、県内志向が高まっているということです。緊張しましたが、やっぱりいろんなことを聞けてよかったです。今まで育ってきた、まだこれからもあるけど、この北秋田市でまだもっといろんな良さを知りたいです。人口が減っているので、秋田県で働いて、秋田県を盛り上げられたらいいと思います。説明会は来月12日に大館市でも開催されます。